このビデオでは、マークの Exit Pop-up プラグインの動作についてお見せしたいと思うんですけれども、現在ご覧いただいているのがですね、ダミー記事になります。リフレッシュをしてみましょう。はい、そしてですね、サイト訪問者がこのページから出ていくとき、マウスの動きを見てください。出ていこうとすると、このようにですね、バビロン20とは、はい、事前に指定したページが表示されると、その間ですね、突然音声が出ないようにですね、アニメーション効果で、クロック、時計ですね、いろいろさまざまなオプションがあるんですけども、こういうものがビルトインされていると。なおかつ、このポップアップですね、ポップアップと言っても小さなポップアップウィンドウではなく、一つのフルページをポップアップとして表示しているんですけれども、その表示される時のアニメーション効果も非常に豊富に揃っております。そしてこちら閉じるボタンなんですけれども、こちらもですね、表示するしないも自由に設定することができます。このようにすることでですね、ブラウザのアップデートによってポップアップがもう表示できないっていう、この現状の中でですね、あなたのサイトを立ち去る訪問者、彼らに対してですね、異なるラストチャンスとしてのオファーを表示することができます。そして閉じるボタンをクリックすると元のページへ戻ると、こういった動きになります。次にですね、このページにどのようにして設置したのかということなんですけれども、もう非常に簡単なんですね。はい、有効化するに点を入れる、そしてポップアップ表示させたいページの URL をこちらに入れる、そしてアニメーション効果ですね、どんなアニメーションを入れるのか、そしてディレイローディング、遅延読み込みですね、こちらは自動再生するビデオを設置したページを読み込むときには点を入れると。そうすることでですね、突発的に音がバンと出るっていうのではなく、ちょっとそこに、タイミングをずらすということができます。そしてですね、読み込みのイメージを、お好きなものをこちらから選ぶことができるよと。たったこれだけなんですね。もうこれでですね、記事ごとに、またはページごとに個別のエグゼットを表示させることもできますし、グローバル、あなたのサイト全体に同じものを表示させることもできます。はい、ありがとうございました。